ご視聴ありがとうございます。これよりお届けいたします作品は、野村鼓童作銭形平次捕物控えより八五郎子守歌。この作品は昭和29年1954年オール読み物に掲載されたものです。その後1957年銭形平次捕物全集第21巻に収録されました。青空文庫にはまだ収録されていない作品です。それでは本文をどうぞ。八号第一章。お彼岸過ぎのよく晴れた日、村の空き地で張り物をしていた女房のおしずは、姉さんかぶりの手ぬぐいも取らず、帯へ挟んだ合わせの裾もそのまま、いかにも慌てた様子で飛び込んできました。ねえお前さん、大変なんです。本当にどうしたことでしょう。何を慌てるんだ。下切りすずめに、のりでも舐められたのか。平次は、相変わらずの武将タバコ、あらんばいになったまま、南園に並べた秋草の花を眺めているのでした。それどころじゃありませんよ。八五郎さんのおばさんが青色を変えて飛び込んできましたよ。親分が縁側にいると聞いて庭の方へ回りましたが。そう言いながら気がついたらしく、慌てて前帯に挟んだ裾を下ろして、姉さんかぶりの手ぬぐいをくるりと首を回して取るのです。もう23にもなるのに、このない性もあるでしょう。いつまでも若くて清潔で、どこか子供っぽいところのあるおしずです。心配するな。向こう柳原のおばさんなら、いずれ八の野郎が岡場所へでもはまり込んで、三日も帰らないといった話さ。あの野郎は気が利かねえから、おばさんのところへ、つけんまでも差し向けたんだろう。平次は自弱として、戸黒をほぐしそうもありません。おはようございます。おはようございます。おや、向こう柳原のおばさん。大層早いんだね。今日はまたどんな用事で。平次はようやく起き直りました。縁側には朝日がいっぱいに差して、秋晴れのすがすがしさはまた格別ですが、日向に立ったおばさんの顔はおしずを驚かしたほど恐ろしく難しいものです。親分、私はもう悔しくて悔しくてボロボロ泣きながら飛んできましたよ。八五郎のおばは気負い込んでまくし立てると、はたと絶句して前掛けで涙などを拭くのです。どうしたんだおばさん、八の野郎がまた変なことでもやりだしたというんで。変なこともほどほどで、大概のことには慣れているから驚かないつもりですが、あのこと来たら私の知らないうちにどこかの馬の骨と仲良くなって女の子まで産ませていたんだから、私はもう。おばさんはまた悔しさがこみ上げて絶句するのです。そいつは気がつかなかったね。八にしちゃ上出来と言ったらおばさんに怒られるだろうが、あの開けっぱなしの八五郎が隠れて女をこしらえるなんて、こいつは。平次はつい吹き出しそうになって、おしずにたしなめられました。おばさんの真剣さを見ると、こいつは笑い事ではなかったのです。ゆんべ5つ前でした。小粋な豊島が来て、八五郎親分のおばさんでしょうと言うから、そうですよと言うと、私は八五郎親分に可愛がられたものですが、二人の間に子供まであるのに訳があって別れてしまいました。今度身の振り方に困って遠いところへ行くについては、足手まといのこの子を引き取っていただきたいと思ってまいりました。そう言って四つか五つの可愛らしい女の子を入り口の二畳へ押し込むようにそのまま帰ろうとするじゃありませんか。なるほど、そいつは驚いたな。八の野郎に女があって子まで産ませたというのは、わしも初耳だ。この話の飛躍的な筋には平次も少なからず驚いた様子です。私は肝を潰して女の袖を引き止め、あいにく本人は留守だが、八五郎に子なんかあるわけはない。子までなした女を振り捨てる八五郎でもない。それは何かの間違いだろうと言うと、女がちぎった男を忘れていいものでしょうか。八五郎親分に聞けばわかりますと、私の手を振りもぎって逃げ出してしまいました。町は暗いし、私は年寄りだし、どうすることもできません。
まもなく八五郎が鼻歌交じりでのんきな顔をして戻ってきました。その憎らしいということは、八は何と言うんです？尺に触るじゃありませんか。そんなことは知らないというくせに、面白そうに女の子を抱き上げて明かりのそばでつくづく顔を眺め、この通り顎も長くないし俺には少しも似ていないが、マルポちゃんの色白でとんだ可愛い子じゃありませんか。せっかくだからしばらく会っておきましょうよと、猫の子でももらったような気楽なことを言ってるんです。私はもう腹が立って腹が立ってと、起床門のおばさんは我慢のならない様子です。第二章、八五郎の底の抜けたのんきさは銭形平次も心得ておりますが、それにしても自分の子を3年も4年も放っておくはずもなく、毎日一度や二度はおかぼれをこしらえるという八五郎ですが、隠し子などを神妙に隠し仰せて、おばさんや平次にあっと言わせる柄でもありません。八にそんな芸当があろうとは思われねえ。一体どんな女でした、おばさん？平次も珍しく興味をそそられた様子です。入り口は暗いし、女は顔を隠すようにしていたからよくは見なかったけれど、24、5かしら。毛の多い人で小粋な作りが目立ちましたよ。素人じゃありませんね。鼻筋の通った頬のふっくりした青白い顔で、本当に八五郎にはもったいないくらい。おばさんの口からこう、八五郎にはもったいないくらいというのです。向こう柳原の宵闇にまき散らした謎と魅力は思いやられます。おばさんは今までに一度も会ったことのねえ女ですね。あんな化け物を見たこともありませんよ。憎らしいほどのいい女でしたが、どうせろくなものでないに決まっています。おばさんはプンプンしてまだ怒りが解けない様子です。連れてきたのはどんな子です？確かに八の子に違えねえでしょうか。あらは立つけれど、本当に可愛い女の子ですよ。あまり人見知りもしない。年を聞くと4つと指を4本出して見せるし、名前はおひなとはっきり言いますが、おっかさんはと聞いてもあっちあっちとまるっきり見当がつきません。知らないうちへ置かれて人見知りをしねえところを見ると、盛り場で育ったか商売人の子か、ともかく派手な暮らしのうちの子らしい。そうでしょうか。ともかく一晩私のうちに泊めたけれど、ろくに泣きもしません。面白いな。ちっとも面白くありませんよ。私はご存知の通り、早く亭主に死に別れて自分の子というものを育てたことがないでしょ。持て余して腹ばかり立てていると八五郎が見かねて、私が相手になってやるからと2階へ連れて行ってお菓子をやったり、分かりそうもない話をしてやったり、子供が少しむずかると座布団の上に寝かしてやって、自分のドテラをかけて調子っぱずれの子守歌なんか歌ってるじゃありませんか。八が子守歌をね。そいつは聞きもんだろう。子供歌のメリアスは家元もご存知あるね。私はもう腹を立てて寝てしまいましたがね、ゆんべはとうとう八五郎のバカが酔っぴてあの子の森をした様子ですよ。どうしたもんでしょう。親分、八が気に入った女があるなら引きずり込んでも駆け落ちをしても野暮な文句を言う私じゃありませんが、妹も親もわからない子供を持ち込まれちゃ、世間の手前これが命でございますと披露もできないじゃありませんか。それは無理もないことでした。平次は慰めようもなくしばらく考えておりましたが、ともかく行ってみましょうよ。相手が八五郎だから鼻から甘く見ているが、あれで飛んだところに隠し女があったかもしれねえし。平次はおしずの怪訝な顔に見送られて、おばさんと一緒に出かけました。明神下から向こう柳原へ近いとも言えるが、黙って歩くとちょいと出があります。平次もおばさんもめいめいのことを考えて、向こう柳原の裏長屋へ着いたのはもう昼近い頃でした。あれですよ親分。おばさんは入り口の格子戸も開けずに平次にささやくのです。なるほど、そう言われて気がつくと、2階から調子の外れた童話声で子供のマリ歌が聞こえるではありませんか。八の声だね。本人は子供をあやしているつもりでしょうが、あんな歌を聞かされちゃ大概の子は虫を起こしますよ。
おばさんは善意と悪意とこね混ぜたように目くばせをして格子を開けました。何してるのさ、銭形の親分がおいでだよ。いいよいいよ、こっちから登っていくから。平次はおばさんをなだめるように狭いはしごを2階に登りました。万年床に破れ障子、壁には古着屋ほどに夏冬のものをぶら下げて、その中で子供をあやしている八五郎は、まことに奇拍子の1ページ、やもめ暮らしの大世話場でした。すいません、親分。この子がなかなか離れねえもんで。ケロリとしてこんなことを言う八五郎です。